ちは。シアレスのバンビこと荒川です。よろしくお願いします。お願いします。で今回はこちらの中古車入ってきたので紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、ではこちらの車両を早速紹介していきます。はい、お願いします。22年式のハイエーススーパージェルになります。で、2区のガソリン車ですね。はい、はい、紹介していきます。はい、お願いします。まず、まあ、外装になるんですけど、はい、車外品のフロントリップついてます。はい、あとグリルも実は中の色が変わってます。白に変わってます。これ塗ってますよね。塗ってます。でもちょっと年式があれなんで、もしかしたらやばいかもしれないです。これってちなみに22年式って何型になるんですか？ごめんなさい、こちら2型になります。あ、2型ですね。はい、すいません。でもフロント周りはそれぐらいしか変わってないですね。はい、はい、で、横になるんですけど、はい、横が、新品のタイヤホイール入ってます。これうち、あの CRS の商品で。そうですね、うちの EM の17インチにナスカタイヤが付いてます。はい、こちらは車検対応でローダウンも2インチしてあるんですけど、構造変更取ってるんで大丈夫です。はい、はい、でサイドもフロントと同じメーカーさんになると思うんですけど、車外品のサイドライナーみたいなのが付いてるんで、はい、はい、横もそんな感じと、あとここにネットが付いてますね。窓開けた時に虫とかが入ってこないようになってます。ああ、網戸ってことですね。そうです、そうです、そうです。ちょっと実は中見ていただいたら分かるんですけど、キャンピング仕様になってるんで、また中は後々紹介します。はい、はい、後ろになります。後ろもエアロが変わってて、結構前から後ろ同じメーカーさんのやつだと思うんで、結構綺麗にまとまってます。結構でもシンプルですね。シンプルです。で後ろもまあ全然それぐらいで、まあ、やっぱ内装がすごくお金かかってると思うんで、傷もあまりないし。そうですね、ですね、年式の割に塗装も全然劣化がないんで。そうですね、はい、すごく綺麗です。仲いいです。すごくないですかこれ。すごいですね。これは結構珍しいっちゃ珍しいですね。これなんか以前前も入ってましたよね。そうです、前と全く同じ車両がもう一台入ってきました。あ、まあ、これ2台目ってことで。そうです、2台目です。まあタイヤホイールとかは違うんで、外観もちょこっとだけ違う感じはあります。うん、はい、これ2段ベッド。2段ベッドですね。で、色が白とオレンジになるんですか？そうですね、結構濃いオレンジなんで赤っぽく見えるかもしれないんですけど、目で見ていただいたら結構オレンジオレンジしてます。めちゃめちゃやっぱ綺麗ですね、色が。綺麗です。で、後ろにサテライトスピーカーもついてるんで、音もすごく綺麗です。カロッセリアですね。そうです。あとこれが結構いい雰囲気出してますね。片方だけつけたりもできるんで、いい感じですね。ちょっとおしゃれかなって感じですね。床もおしゃれで、ここも床も張り替えてるんで。フローリングですか？フローリングです。ほんでなんか重たいのを持つと問題ないですね。そうです、そうです。あとまあ何かこぼしてしまったりとかしてても水吸わないんで、すぐに拭き取ってっていうのができるんで、いいですね。結構いいです。こちらもまたすごいですね。テーブルがついてるんで、結構ゆっくりしていただけるかなって感じですね。あとまあこのベッドの特徴として珍しい枕がもともとついてるんで、だいぶゆっくり寝転んでいただけるかなって感じですね。どっか出かけた時にめっちゃ使えそうですね。そうですね、もう全然疲れたなと思って寝ていただいても全然問題ないです。一個気になったんですけど、はい、これって何人乗り用になるんですか？これね、4ナンバーで5人乗りになります。あ、4ナンバーなんですか？そうです、そうです。キャンピング仕様なんで8ナンバーとかにはなってないです。なんで4ナンバーの5人乗りで。あ、そうやったら税金とかも安いしいいですね。そうです、そうです、そうです。これ上についてこれは何なんですか？これね、ネットになってるんで、例えばまあ今の時期はちょっと寒いですけど、まだちょっと涼しい時とかに窓開けた状態で防水ネット、そうです、この状態でチャック閉めていただいたら、まあ虫が入ってきにくくなるよっていう感じのものになりますね。結構良くないですか？いいですね、これなんか外側見るといいですね。そうなんですよ、これまたこうね、ここでキャンプ感が、まあ、今流行りのキャンピングってやつですね。そう、今キャンピングカーすごい売れてますもんね。そうですね、あとまあもうキャンピングは本当にまあ楽しいんで、
うん、お子さんも喜ぶしね。そうですそうです、この車で全然楽しくドライブでもしていただけたらなと思うんで、ね、今度ちょっと前の方も紹介してもらいましょう。前がこれになるんですけど、前も白とオレンジになってます。あ、ほなもう全部統一してる感じで。そうですそうです、全部統一されてます。ダッシュボードにオレンジ色のマットが置いてあるんで、もう前から後ろまで全部白とオレンジでって感じですね。すごいですね。すごいです。こういう、まあ、パネル類も変わってるのは変わってるんで、これはカバーになるんですけど、うん、あとハンドルも変わってます。ハンドルシフトノブも変わってますね。そうです、ハンドルシフトノブって横のラインだけちょっとシルバー入れてって感じですね。うん、あと後ろフリップダウンモニターもついて。そうですそうです、フリップダウンもついてるんで。カーテンもついてるじゃないですか。ついてますよついてますよ。なんでもう前は完全に、前は前でっていう感じで仕切れるんで。ああ。いいですね。めちゃめちゃいいっす。なんでこれね、結構おすすめです。内装も本当に綺麗なんで、ヘッドライトとかも全然綺麗がないんで。うん、これ距離何歩でしたっけ。5万3000キロっす。あ、5万3000キロ。はい。なんでもうガソリン車ですよね。ガソリン車です。なんで年式、まあ、2型で5万キロって考えていただいて、外装も傷が全然なくて、塗装もまだまだ生きてるんで、すごく状態はいい1台になってます。いいですね。はい。これちなみに車両価格っていくらになるんですかね。この車両が一応199万円になります。お、安いですね。安いです。もしよければお問い合わせください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。